始まるよ。準備はいいかな？はい、それでは、次に法人の不法行為責任について、考えてみたいと思います。例としてはですね、この45ページのケース15でございます。ちょっと読んでみますね。理事会設置一般社団法人 Y の代表理事 A はと、長年の友人 B より B が事業を行うにつき B の取引銀行 C より、信用を得るために協力してもらえとの依頼に基づき Y 振り出しによる見せ手形といって、これ本当にそういう振り出し意図はないわけですね。俺こんな手形持ってるからほらすごいだろうってこういうわけですね。を交付したと。ところが、B は自ら裏書きすることなく Y 振り出しによるその手形を、金融業を営む X に対して手形割引を依頼したと。要するに債権譲渡したわけです。そして満期までにその手形を買い戻せなかった B は姿をくらませてしまったと。で、X から Y に対する手形金請求は当該手形が偽造手形であるという理由で認められなかった場合、X は、A、Y 及び A に対して手形金相当の、損害賠償を行いたいと考えている。これは、任用されるだろうかという、こういう、取引的不法行為というのあれですね。で、この相手方、これ今、手形債権と金銭持ってる、金銭債権持ってるわけですね。で、これ普通 Y に対して、履行請求すればいいわけですね、満期に。で、ところがこの場合今認められなかったというこういうケースです。なので先ほどの出てきました、理事の代理権の制限の問題ですね。で、110条で流水適用できるんだったら構わないんだけれどもと。今手形金請求という債権では、債権的には請求できな、契約に基づく債権は請求できなかったというこういうケースです。で、そうすると X としては Y に対して不法行為責任に行くしかないと、こういうことになりそうです。と言いますのも X と Y 自体は直接これ債権債務の当事者じゃないわけですからね。だから契約は成立していたというわけにもいかんし、債権債務関係があるというわけにいかんから不法行為だと、こういうことになるわけです。で、この時に出てくるのが、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条をちょっと見てみましょうか。一般社団法人は代表理事、その他の代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと、こういうわけでございます。通常 Y 法人の従業員等の被用者であれば、これ715条で損害賠償請求するわけですけれども、これ代表者の場合についてはこの一般社団法人及び一般財団法人に関する法律のこの78条で損害賠償請求してくると、こういうことですね。なので、これ注意してもらいたい、最終的に715条と同じような機能を有することになるんですけれども、通常の従業員の場合だったら715条、そうじゃなくて代表者が対して不法行為で損害賠償責任を負うだけれども、この議論、全て今会社法の方であります。なので今一般社団法人及び一般財団法人に関する法律にこういうのがあるというその程度の理解で差し当たり、ここでは十分じゃないかなと思います。